水と緑があふれる美しい星、地球。多くの命を育む生命の星、地球。この地球が誕生しておよそ45億年。そこでは大自然からの大いなる恵みの中で、およそ68億の人類がさまざまな暮らしを築いています。今日のこの社会を、かけがえのないこの大切な地球を、次の世代へ、さらにまたその次の世代へと引き継いでいくことのできる持続可能な社会を構築していくために、日立グループではその活動指針として環境ビジョンを策定しました。環境ビジョンでは、地球温暖化の防止、資源の循環的な利用、生態系の保全を重要な3つの柱として、製品の全ライフサイクルにおける環境負荷低減を目指したグローバルなものづくりを推進し、持続可能な社会の実現を目指します。この人類共通の課題の解決に向け、グループの力を結集、一丸となっての取り組みを展開しています。2025年度までを目標とした長期計画では、 CO2 排出量の少ない製品をお客様に使っていただくことにより、2005年度を基準年度として年間1億トンの CO2 排出抑制に貢献することを目指しています。この目標の実現のため、日立グループの技術力を生かして製品の環境効率を追求することにより、日立のあらゆる製品を環境に配慮した環境適合製品としていく計画です。そしてグローバル市場を対象に、日立のグループ力を生かした環境技術の開発、事業強化のための投資や競争型プロジェクトの推進を図ります。こうした環境ビジョンの下での持続可能な社会の実現に向けての具体的な活動が、すでに世界の各地で指導、成果を生み出しています。地球温暖化の防止にあたり、日立グループが CO2 排出量抑制のために注力しているその一つが発電の分野です。 CO2 の排出が少なく、エネルギー源としてその重要度がますます高まっている原子力発電。日立グループではすでに50年以上の実績の中で培ったノウハウをもとに、信頼性の高いものづくりを進めながら、エネルギーを安定供給する原子力技術の発展に貢献しています。また世界の発電量の4分の1を占め、エネルギーの安定供給に欠かせない石炭火力発電、この分野でも日立グループでは発電の効率を高めることで石炭の使用量を削減し、 CO2 の排出を抑制する世界最高水準の技術を有しており、環境に配慮した火力発電所の建設に貢献しています。さらに長期的な展望のもと、次世代の高効率発電の有力候補である石炭ガス化複合発電 IGCC、 火力発電所などから出る CO2 を分離回収して地中などに封じ込める技術 CCS などについて、研究機関、大学、他企業と連携しながら研究開発を行っています。また次世代電力網として期待されているスマートグリッドにも取り組んでいます。大型発電所に代表される集中型電源と、太陽光発電や風力発電などの分散型電源を共存させ、高効率な電力供給を支えてまいります。日立グループではこのようなエネルギー供給関連の事業だけで、目標の 70% にあたる
CO2 排出抑制を実現していく計画です。その他、小型軽量でしかも充電効率に優れた日立独自のリチウムイオン電池とディーゼルエンジン等を効率的に組み合わせた鉄道用ハイブリッド駆動システムを JR 東日本と共同開発。2007年7月から世界で初めて営業車として運転を開始しました。社会インフラ全体を支えるキーテクノロジーである IT 分野においても増加し続けている消費電力の削減に挑戦しています。例えば IT 機器や空調機、電源設備など建物全般にわたっての省電力化技術を駆使し、環境配慮型データセンターを建設しました。このように地球温暖化の防止に向けた様々な取り組みを行っています。資源の循環的な利用を実現するため、日立グループでは素材調達から製品廃棄までものづくりにおける全ての過程で環境規制への確実な対応と環境負荷を低減する仕組みの構築にも取り組んでいます。その取り組みの中核を担っているのが日立グループで運営しているリサイクルプラントです。ここではエアコン、テレビ、冷蔵庫などの使用済み家電製品やパソコンのリサイクル処理を行っており、最終的にはそのほとんどを新たな材料として再生、まさに資源の循環的な利用を実践する日立グループの新たな資源創出工場となっています。生態系の保全を図る。日立グループでは生き物たちの生活の場である大気、水、土壌がクリーンな環境を保つことのできる様々な技術を開発・提供しています。例えば汚れた空気を排出しないための技術、それが火力発電所などに設置される脱硫装置や脱硝装置、肺炎から酸性雨や高化学スモッグなどの原因となる物質を取り除き、クリーンな空気にして排出します。すでに国内外の発電所で数多く採用されています。生命の源、地表のおよそ 70% を占める海の貴重な生態系を守っていくための技術も日立グループは開発しています。近年、海の生態系を生み出す要因の一つとして深刻化しているのが、タンカーや貨物船などが航行する際、重りとして船内に積み込むバラスト水によって引き起こされる海洋汚染です。日立グループでは永久磁石を使い、砂鉄を集めるのと同じ要領でバラスト水内の汚れを回収する浄化システムを開発、実用化を進めています。こちらは水不足が深刻化している地域向けとして、水資源を繰り返し使うために開発した安全・安心な水を創生する装置。特殊な膜を使って使用済みの水を再利用が可能な水に生まれ変わらせます。母なる大地をよみがえらせるために、土壌の汚染状況に応じたさまざまな技術開発にも取り組んでいます。例えば揮発性有機化合物 VOC や油で汚染された地中の土壌を微生物を繁殖・活性化させ、その場で分解・無害化する技術など、日立グループでは単に汚染土壌を浄化するだけではない周辺環境への影響にも配慮した技術開発を進めています。今後、日立グループではこの環境ビジョンのもと、電力、都市開発、交通、産業などの各事業と、それらを支える IT で構成される日立グループだからこその多岐にわたった社会イノベーション事業をさらに推進。地球環境に配慮した高信頼で高効率な社会インフラシステムの構築に貢献してまいります。
経済発展と低炭素社会とが両立した人間と豊かな自然が共存できる社会。そんな持続可能な社会の実現を目指す。それが日立グループの環境ビジョンです。